さあ妖怪ウォッチ新内やっていきたいと思います。今回はですねこちらの妖怪のクエストをクリアしていこうかなとやっていこうかなと思います。でこのクエスト内容が今作のラスボスの奪うねについてらしいですよ。どうなんでしょうね、一体どんななのでしょうね。見ていきましょうか。奪うねの映画作りたいらしい。おう、その返事を待ってたです。これで今回も妖怪映画史上に残る傑作が出来上がること間違いありません。では早速ミス奪うねの元へレッツゴー。どこにおるんやろうなってしらじらしく言ってんやけど場所知ってんのよ噂では無限地獄の底のどこかに隠れ住んでるらしいです。おったわ、時を奪った老人ここに収納するみたいな盾札があったんですよ。噂ってその情報正しいのか。スネオくん、ものは楽しみです。試しです。とにかく行ってみましょう。行ってみるか。一回、ウバウネのところに行く前に、ウバウネ第二形態、ちょっとやってみようかなって思います。あの時は、まあまあ時間かかったけど、今タイムアタックしたら何秒ぐらいで終わるんやろうね。懐かしいな。懐かしい。で、パーティーが、わりかしタイムアタックに向いてるようなやつらな気がする。取り付きをこの光栄で受けてこっちで削っていく、武士にゃん生ハゲブリー隊長で削っていくっていう寸法かな。行きましょうか。必殺技は打たない、普通に攻撃した方が多分削れる。それでは行きます。スタート、戦おうした瞬間にスタート、タイマースタート、レディーゴー。いけいけいけお前ら。これまだ取り付きはしてこれへんかな。ナイス、一撃で沈めていく。容器奪う、行動奪う、いや左のねこの力量は減らしときたい。ナイス、素晴らしい。そろそろお払いじゃなくて取り付きしてくるんじゃないかな。そろそろ、いや違うか、真ん中素晴らしい。行動奪う、奪われる、いいよいいよ別に。なめっこからの子、素晴らしい。ヘビ違うか、まだ取り付きしてこへんか。ガードね、魂飛んでいくね、構いません構わん素晴らしいよ、マジ素晴らしい。はい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 、攻撃。今何秒？44秒。やばいな。なめこ。そろそろ取り付き。ナイス。分かってるよ。で削っていこう。あとは削るだけ。うわ、時間伸ばしてきた。真ん中。いや武士にはもういいんやけど、素晴らしい。あとちょっと。ブリ大将、なめこ、武士にゃ。早く、なめこ、素晴らしい。1分12か。これ満足できない。さてと、第2回戦行きましょう。1分切り目指していこう。何と戦ってんだって話なんだけど。行くよ。行きますよ。レディー。ゴー。左。まず取り付く武士にゃんからのなめこ攻撃力アップで、なめこが左これ壊す、刀狩りレベルアップ。ここまでが一連の流れですここまで一連の流れ、切る、殴る、なめこ切る、取り付くされる、アイテム奪うね、はい、殴る、アイテム使えなくなる、嵐の術切ってほしいな、ブリー隊長、なめこからの取り付く、おばあちゃん魂奪うね、まだまだ大丈夫やね、殴っていこう武士に力大アップ。なめこがねどんだけ切ってくれるかやな。そろそろ取り付き、魂か、殴る、取り付く、いやもういい、武士には取り付き。40秒、いける、動き丸、うわやられた、これ引かないよ、もう引かない、引きません、うわ力、うわ時間稼ぎや、いいよ素晴らしい。52秒。じゃあ俺の前の動画での時間返せよって話やけどな何時間あいつに時間かけたんや、ほんまふざけやがって、最後の入道あいつのせいで何回挑戦したと思ってんねん、最悪や、アホなことしたわ。行ってくれ、当たれ、ナイス、よし、あやったなお前、おい最初から出目悪いの出してんじゃねえよバカタレ。それじゃあ無限地獄行きますか。なんやかんやでケマも後ろに連れてますわ、前回の悲劇があったけどね久しぶりに無限地獄来たわ。
確かこの奪うねが普通だったらですね、ここ左に曲がって進んでいくんですけど、この先におったような気がするぜ。ケマもあんまり失礼のないようにね、行きましょう。えらいかっこいいところに封じられてますね、あなた。でも部屋狭。さあ、お話聞いていきましょうか。はい。あらあら、誰かと思えば珍しいお客さんだよーん。奪うね。奪うね。さっき俺に52秒で負けた感想を聞きに来た。驚きました。まさか本当にいただなんて。ここであったが60年目。あの時の恨み、晴らさせておくべきか。やってみろよ。すぐに死ぬぜ。さっきの動画見せようか。うわ、くぅ。おのれ、この結界さえなければお前たちなど。その結界がお前を守ってくれてんだよ。俺たちから。でもどうして奪うねがこんなところにいるの？おっと、スネオ君、その説明は私に任せてくださいな。奪うねは桜町での大決戦でスネオ君たちに敗れた後、妖魔界と人間界のバランスを崩した罪で捕まり、60年もの間ずっとここに封印されていようでウィッスね。60年か。なんか少なく感じるね。一体何しに来たんだよーん。惨めな私を笑いにでも来たのか。違うよ、スネオ君。詳しい話はムービーン本人に任せてみては。確かに。そうだね。来てくれ、ムービーン。どんな話するんやろう。あ？お前、結界があるからってめちゃくちゃするな。あの封印が急に解けても知らんから全速力で逃げるぜ。え？これがラスボスの扱いざまか。ちょっと待つんだ。いやー、この感じは一体。カット、もう撮影始まってます。勝手に動かないでください。そもそも私はまだインタビューを受けるとは一言も。早くも手応えを感じます。いい映画が撮れそうです。まあ面白そうではあるよね。少し私の話を。金さん銀さん動作に見せたいな。お前たちの上司こんなんなっちまったぜって。後ろのジジ誰だよ。誰や、ずっと気になってたけど。ムービーンすごい。あの奪うねが何も言い返せないだなんて。だからあれ、ムービーン、俺にまでカットを適用する必要はない。しかし撮影といっても肝心のカメラが見当たりませんけど。いや、後ろにじじいちゃう。じいちゃん誰や。心配ない、カメラは私の担当だ。誰？ああ、ロボニャン。ロボニャンだ。ちょっと喉ガラガラやな。ちょっと待ってくださいね。ロボニャン、カメラモードオン。でてんでんでてんじゃねえ。ああ、こう見たらちょっと可愛らしい。顔ちっちゃいな。ターゲットロックオン。監督、いつでも撮影 OK だ。彼はカメラ兼カメラ、ん？カメラ兼カメラマンとしてスカウトしたのです。便利やな。私クラスの最新ロボットになると、撮影はおろか、編集から上映まで可能だ。彼とのコンビなら次の妖怪アカデミー賞も間違いないです。すごい組み合わせですよね。なんというか、混ぜるな、危険的な。いや、混ぜた方がいいよ的なやつや。うん、うるさいな BGM。 では早速撮影を再開します。ファーストシーン、スタート。どうやって撮影すんの？語り草。あー、語り系の映画か。何時間撮影するつもりなんだろうね。何時間上映するつもり。さすがに20分ぐらいでまとめないといけないな。ミス・バウネ、あなたはどうしてそんなに人間を恨んでいるのですか？何を今さら。私はね、人間に人生を奪われたのだ。いやーん。そうか。やってもない罪をなすりつけられてね。これ奪うね。数百年前、あの頃の私はまだ年頃の町娘だった。え、奪うねって元は人間だったの？まあ、妖怪よりか人間っぽい姿してるからな。生まれた時からずっとおばあちゃんだと思ってたにゃん。それはね、とにかくその時の私は町一番の美人で、
おまけに気立てもよくて、お嫁さんにしたい町娘ナンバーワンとして幸せな毎日を過ごしていたんだよ。嫉妬されたんかな、誰か町娘ナンバーツーとかに。どうなんでしょう。しかしあの日、ある日、当時私は城へあてがったさまざまなお手伝いをしていた。そしてこの城の主に怒られるはずだった珍しい時計のネジを巻いていると、なんじゃこりゃ、なんだ妖怪ウォッチ。時計は最初から壊れていたんだ。しかし誰もそれを信じてはくれず。そんだけで私はと牢に入れられた。そしてそれからずっと長い時が経ち、そんだけで、そのまま獄中でぽっくりだよーん。人生の楽しみを、時間を全部奪われてね。そりゃあまあわからんでもないわとは言えんけど、ひどい話やな。カットオッケー、素晴らしい映画撮れました。ここ今シリアスなシーンや。私が撮りたい映画は俳優たちの生きた表情、嘘偽りのないリアクションなのです。そっか、お言葉ですかミスタームービン。今の奪うねの話本当なのでしょうか。ああその線、なんか悲劇のヒロインを気取っていましたが、それが本当だという証拠はありませんよ。それどうなんやろうな。それあんま良くない発言じゃね。殺されるぜ。なんだって。私が思ったこれは俗に言う話を持ったってやつじゃないですかね。おーぐいぐい行くね。結界なくなったらどうするんだって。何回も言ってるけど助けねえぜ。そうにゃ、こんなおばあちゃんが美人だったわけないにゃ。だったら実際に見てくるがいい。こいつを貸してやるから。ありがとうございます。奪うねの櫛を手に入れた。いや櫛入れ歯とかじゃない。行ってみるか。じゃあそれは櫛ですか。かなり年代物みたいですね。それは私が人間だった頃に身につけていたもの。それを持って雲外三面鏡をくぐればその時代に行けるはずだいやーん。本当？ああでもそんじょそこらの雲外三面鏡では難しいかもね。60年前私と最後に戦った場所、そこにいるやつならできるかもしれない。あの場所には私の強い思いがまだ残っているはずだからね。スネオ君、物は頼みしです。奪うねの話が本当か調べに行きましょう。いや本当だと思うけどね。なんか奪うねあれですね、味方になってくれそうやな。次何かでっかいラスボスがおったら味方になってくれそうな雰囲気あるな。仕方ない、ここは共同戦線だよーんとか言ってくれそう。こいつこいつ。あっケロピン、君ずいぶん古い櫛を持ってるよね。うん、なんかビンビン来てるよーん。どこかにつながりそう。今の僕にその櫛を持って入ればそれが作られた時代に飛べちゃうかも。どこに飛ぶかは分かんないけど、早速ワープしちゃってみる感じ。やってみよう。行ってみるぜ。レディーゴ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 ー。またしろ、これウィスパーの時と一緒じゃない。一緒な気すんだけど。うわー時代劇の世界に来たみたいでなんかワクワクするな。ミサブンビン、あのじいちゃん誰その、なんやろ、置きボケやめて、置いてるだけでボケれるやつ。ビューティフォーファンタスティック、まさにサムライト忍者のパラダイス。これが人間だった頃のミス・ウバウネが見た戦国時代の風景なのです。また戦国時代かよ。好きね戦国時代、好きだけど。あと少し戦国時代感を出すために忍者のエキストラを追加しましょう。忍者、いやいや忍者がこんな真っ昼間から街中歩いたりしませんって。まさかあのおじいちゃん忍者役と言ってますか先生。あこのじいちゃん知ってる。先生が戦国時代の設定として問題なしと言ってます。あ先生なんや。戦国時代に詳しい設定交渉の先生です。本当にどっかで会った気がするんだけど。会った気がします。とにかくここはロケ地として満点です。創作意欲がどんどん湧いていきます。それは良かったな。ウィスパーここって、まさかこの時代にまた戻ってくることになろうと。あやっぱそうなんや。
ミスターロボットニャン、ロボニャンと先生を私と共に街中の風景の撮影に付き合ってください。ラジャーピンポーン。このじいちゃんマジで知ってんだよ。すぐに登場させるから待っててください。で、残りのメンバーはミスウバウネを探しといてください。では解散です。ちょっとこのミスタームービーのテンションについていくのしんどいわ。個人的に見ていきたい。あれじゃねえか。三成じゃん。おるんじゃない。うわ、すげえいっぱいおるな。あんだけガラガラだったのに。こんにちは。入れる。三成が死んだ後なんかな。どうなんやろう。知ってる人、三成様のお帰りずっと待っておりますぞ。ですからどうかご無事で。ああ、じゃあ関ヶ原の戦いの後なんだな。三成と会ってみたかったな。久しぶりに。ほう、わしを見つけるとはやりおるな。実はかつて忍者をやっておってな、つい癖で隠れてしまうのじゃよ。おったよおったよ。エキストラ忍者おった。あ、で、おじいちゃんが映画資料に出てきてたんよ。ここかな。これで押すじゃないですか。はい、おるや。こいつら師弟関係だったんだな。じゃあ奪うね、話していきますか。場所はもう書かれてるから。名前なんなんでしょうね。お奪うねみたいな。お奪うねみたいな人なんかな。どうも、こんにちは。どうも、おとき。なるほど。あら、お前さん、ずいぶん変わった着物を着ているのね。べっぴんさんやな。串刺さってるわ。串刺さってます。すごいね。やっぱ老いには勝てないって感じか。あ、その串、奪うねがくれたのと一緒だ。奪うね、私の名前はおときって言うんだけど。ではこの町娘さんがあの奪うね、超美人さんじゃないですか。今から謝ってこい。信じられないにゃん。あ、実はその同じ串を持っている人を知ってて。私と同じ串を。そんなはずないよ。だってこの串は千吉さんが作ったもので、この世にたった一つしかないんだから。千吉さん。千吉さんはね、職人さんで私の旦那さんになる人よ。そら切れるわな。だってお嫁になる前に多分牢に閉じ込められたってわけでしょ。そら切れるわ。俺が歴史を変える。あお、このレディーがこの時代のミス奪うねですか。もう黙っといてくれ。あんま出てこんといて。テンションがなんやろう、気持ちが入らんわ。エキゾチック&ビューティフォー。まさに悲劇のヒロインにぴったりです。あんま好きじゃないな、ミスタームービー。あら、いけない、私そろそろ行かなきゃ。ちょっと待って、ごめんね、これからお城で。やめろやめろ、止めろ。それじゃまたね。止めろ止めろ。足おっそ。でも着物着てたあんな感じか。うん、またね。さあ、これでミス・ウバウネの証言は正しかったと証明されました。あとは現代に戻って。また I'll be back。 ちょっと待ってよ、ムービン。行ったり来たりしんどいな、ほんと。自分勝手なやつらには仕方ありませんね。我々も現代に戻ってウバウネの元へ行くとしますか。ああ、ここまで来んのも簡単じゃないからね。楽じゃないからな。あ、まさかこんなところでお前たちと会うとはな。どこまで目障りな連中じゃの。お、金銀。ピンポン。お前たちは金と銀。解放しに来たんか。あれ、なんかもう一人増えてない。どうも、はじめまして。どう、挨拶などしとる場合か。ここに来た理由を忘れたのであるまいな。もちろん覚えとるわい。奪うね様をお助けするためじゃろ。バカ、余計なこと喋るな。お前がそそのかしたんだろ。おえ、またよからぬことを考えてるみたいですね。ほんと懲りないにゃね。まったく忌々しい連中じゃわい。こうなったら今度こそ決着をつけてくれるぞ、目の上のタンコブどもめ。やめとけやめとけ。手も足も出ないどころか。獅子がもげるぞ。もう二度と起き上がれなくなるぜ。どうよ、これならば出し惜しみはなしじゃ。巻き戻せきを全部使ってても勝つぞい。任せておけ。さあ、でどう料理してやろうかの。ああ、命知らずのバカ老人。
考える力はもう失ってしまったか。おお、面白いメーターだね。どうしようどうしようかの。どう潰してやろうかな。初見やけどタイムアタックする初見やけどやってみるか。初見タイムアタック聞いたことねえし、やったやる意味もないし。ゴー。綺麗に潰していったらいいんだろう。ちょうど分散しないように全員同じぐらい倒していきましょう。調子はどう。なんや、スパイスアップ。悪い子いねえか。これがどんだけ食らうかよねはい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 、寿命が近いな。さあ多分次の一撃で金が倒されるかな。終わりだ金で。銅が何するかよね、こいつ一体で。巻き戻せ機一緒やん。じゃあなかなか簡単だったわ。数が多いだけだね。あ、でも銅硬い、ちょっとだけ硬い。こんなのどう。ラストだな。お疲れ様でした。さよなら。記録3分30秒。まあもうちょいいけるかなと思ってた。正直1分台ではいけるかなと思ってたんですけど、正直納得のいかない結果ですねヒーローインタビュー。相手が悪すぎた。なぜじゃ、なぜいつもお前たちには勝てん。まあまあ努力が違うよね。レベル上げか。金銀まだ巻き戻せ機は残っとるぞ。どうする。もちろん使うに決まっとろうが、そんなことまでわざわざ聞くな。ウバウネ様の復活のためには今ここで負けるわけにはいかんからの。よし任しておけ。どっか行くんじゃ。あ、俺ら連れて行かれんのかな。巻き戻せ機を、時間を巻き戻。ちょっと待って、銅が持ってるの本当に巻き戻せ機か。確かに一時停止そんなもん持ってくるなよって話よ。動けなくてやってしまうぞ。え、そら勝たれへんわ。そら勝てないよどうする。これ下に落としとこうで。とりあえず動かなくなっちゃった。今何だったんだろう。なんか勝手に自滅しちゃったって感じですけど、とにかく勝ちは勝ちです。やりましたねスネオくん。返事がない、ただのジジババのようだ返事がない、ただのジジババのようだ。ひどいな。さあ話聞いていきましょうか。戻ってきたいみたいだね。じゃあ櫛を返してもらおうか。持ってんじゃん。あ、そうだった、貸してくれてありがとう。ウバウネの櫛をウバウネに返した。ミスタームービン出てきてほしくないな。もう来るよね。どうだった、あたくしの話は嘘じゃなかっただろう。疑ってすみませんでした。謝るのは偉いね。いやー、ミスウバウネのおかげで実に有意義な撮影ができました。まだ編集前ですが、ぜひお礼として私が撮った映像を見てください。見てみようか。ではミスターロブニャ、映像お願いします。撮れてなかったみたいなないかなラジャー映像再生スタート。どんなんなんやろ。今さらこんなものを見せられたところで。これは千吉さん。それって確かおときさんの。ええ、つまりはウバウネの旦那さんになるはずだった方です。あれかな、千吉ここに連れてきたりすんのかな。ちなみに私の取材メモによると、このミスター千吉はミスウバウネが捕まった後もあなたの帰りを信じてずっと一人で死ぬまで待ち続けたそうです。なんだって。私は人間に全てを奪われたと思ってきた。でも違ったみたいだよ。私にはあの人が、千吉さんがいた。なのに私は人間を憎むあまりそれすら忘れてしまっていたんだね。まあ、仕方ないっちゃ仕方ないけどな。なんて愚かだったんだよ。あれ、溶けるんか。どういうこと、友達になるの。ねにゃ、眩しいにゃん。この展開もしかして。
危なくない？奪うね、奪うね。ヒゲ生えてる。ありがとう。あなたたちのおかげで私は生まれ変わることができました。なんということでしょう。あの奪うねが女神様のように美しく。嘘。カット、オールオーケーです。うん、いい撮影ができました。いい撮影できたな、ムービン。ヒロインの呪いが解けてハッピーエンド。ベタですが素晴らしいラスト展開です。これを編集すれば間違いなく今世紀の最高の映画となるでしょう。なんか元に戻りそうやな、何かしらでね、先生。ピンポーン。楽な仕事。奪うね、なんかのきっかけで絶対元に戻るぜ。やっぱ許さないんだよみたいな。え、ヨッホー。観客動員数第1位。嘘つけ。全妖魔界が泣いた。嘘つけ。あの妖怪タイタニックスタッフが送る感動の超大作が今ここに。妖怪タイタニックってなんやね。妖怪じゃ死なないだろ。かつて恐ろしい怪魔たちを引き、桜町を恐怖の底へと落とし入れた。恐怖のバーは。やめろその、あの振り仮名。あれから60年、今彼女の口から衝撃の真実が語られる。なぜ彼女は奪うことを選んだのか。妖怪アカデミー賞監督、ミスタームービン監督作品。いいよ、予告編はいい。時をかける、ババーン。面白そう。近日公開、見に行きます絶対に。どこで公開されますか。ネットフリックスとかで見られへんな。あなたはまだ本当の奪うねを知らない。パロディがすぎるよ。めちゃくちゃパロってんじゃん。なるほどね。あ、終わりか。短。あれ、なんかまだありそうよ。なんかまだありそうですよ。はい。実はあなた方に一つお願いしたいことがあります。破壊をはじめとした上級怪魔の5名を助けてもらえないでしょうか。え、助けるってどういうこと。そうですよ、彼らは60年前の戦いでスネオくんたちが倒したはず。どうやって倒したっけ。基本ケマモンパンチで倒した気がしますね。いいえ、彼らはただ眠っているだけです。私にはわかるのです。彼ら上級怪魔たちは私の人間を憎む心から生まれた存在。私がこの世に存在する限り彼らもずっと生き続けるのです。そうだったんだ。彼らはどうやらあなた方と戦った場所に60年間ずっと残っているようです。それって今の桜ニュータウンってこと。はい、と言っても闇の力が強まる夜の間しか起きていないようですが。なるほど、まさかそんな近くに彼らがいたとは。私はあなた方のおかげで生まれ変わることができました。だからあなた方ならきっと。お願いです、あの子たちを助けてあげてください。もうなれねえわ。だよーんって言ってくれ。いやだこの奪うね。わかった、やってみるよ。ウィス、では早速様子を見に桜ニュータウン行ってみましょう。行くか。じゃあ海馬探していきますか。なんかあれやね、戦ったところにいそうだけどな。だから誰やったっけ。深井はこの学校にいそうですけどね。まあおるとしたら屋上ですかね。やはり屋上だろう。屋上にしかいない気はする。この上かな。いけないと。いけないならおらんわ。あ、おったおった。おりました、深井。じゃあやっぱそういうことなんだ。久しぶりだな。いや、あら、あなたたちは60年ぶりかしらね。一体何の用かしら。私の落ちぶれた姿を笑いにでも来たの。いや、お前を浄化しに来ました。違うよ、奪うねに頼まれて君を助けに来たんだ。そうなんだ。奪うね様も変わったわね。
まさかあの方がこの私を助けたいと思うだなんて、確かに切り捨てそうだからな。なんかいろいろと思うところがあるみたいですね。ねえ、少し私の話を聞いていかない？ずっと退屈で困っていたの。あの会話は今不改変、全員こんな感じでやっていくんかな。どうなんやろ。いいよ、素直な子ね。おかげで話が早くて助かるわ。私たち上級カイマの5人がどうやって生まれたか知ってるかしら。知らないよって言いたいところだけど、奪うねから生まれたんだろ。自分の心からあなたたちが生まれたと言っていましたが、そう、人間だった頃の奪うね様はやってもいない罪で牢に入れられた。どんなに違うと言っても誰にも信じてもらえない悔しさ、その時の悔しさが形になってこの私は生まれたのさ。へえ、悔しさなんや。でも奪うね様は変わってしまった。私とは正反対の綺麗な心に。じゃあ人間は変われるというわけだ。お前たちも変わろう。不快じゃなくて潔癖みたいな私は一体これからどうしたらいいの。ねえ不快だったら俺と友達にならない？なんだって？調子に乗るなクソガキが。さすがスネオくん、なんてお優しいんでしょう。ちょっと煽ってる風にもなるけどな。面白いことを言う子ね。でも笑えない。私は上級カイマ、人間と仲良くできるわけないでしょう。今だったらこっちにはエンラエンラカイとカッパカイがおる。仲良くできるぜ。残念ながら逆に怒らせてしまったようですね。無駄話はここまで。これから60年前のリベンジをさせてもらうよ。さあさっさとバトルの準備をしな。じっくり可愛がってやるんだから。そうか。あなたたちってさ、ほんとイライラさせてくれるわね。バトルの準備ぐらいもうちょっと早くできないわけ？さっきのさっきよ移動してないんだ。こっからこっちが不快になってきたじゃない。さあさっさとバトル始めるわよ。もし俺たちが勝ったら俺と友達になってくれるよね？まだそんなこと。だったらまずは私に勝つことね。それができたら考えてあげてもいいわ。よし、約束だからねめちゃくちゃ煽ってんじゃん。ゆっくりじっくり可愛がってあげる。あ、相手に使うってこれはあれや、1日1回限定戦うイベントみたいなやつか。うわ、セーブしといたらよかった。不快何が好きやろうね。パフェとか好き案外。はい、正解はいかに。あー違うか、魚介。そらわからん。終わりました。いや、しくじったな。60年前と同じパーティーで行けばよかった。あんま覚えてないんやけど、何やったかな。友達になりたいんや。やっぱすぐ来るじゃん。めちゃくちゃ友達になりたかったんじゃん。ツンデレなんだから。負けるなんて不快だわ。友達になればいいのね。そういうことです。はい、深い。めちゃくちゃツンデレじゃねえか。前やった時こんな感じやったかな。確かケマモンセミ化学兵器で戦ってた気がします。サイノメ入道とかは確か奪うねだけやったような気するんやけど、まあ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 、新しさも叶え備えつつねこの下2人、ブリー隊長とゾロ目大名人、新しさも加えつつ懐かしさも加えつつ、このパーティーでちょっと戦っていきますか。次誰にしましょっかね。一応厄介のところに向かってんやけど、厄介だけ場所わからんよな。多分ここら辺だとは思うんだけどね。戦った場所はこの先なんですよ。でもこの先無限地獄であっておるんかな。厄介今んところおらんね。厄介だけ場所がわからねえ。おったー、いましたいました。なるほどね。奪うねからこういったらすぐにおったんだ。よく生きてたな、あんだけないがしろにされたのに。チュチュー、お前らは一体何しに来たっちゅか。僕がここでずっと一人ぼっちなのを笑いに来たっちゅ。いや、友達になりに来たんだ。違うよ、奪うねに頼まれて君を助けに来たんだ。チュー、あの奪うね様が。嘘だ、そんなバカな。いいえ、本当ですよ。奪うねは生まれ変わったのでビス。だったら一つ話があるっちゅ、聞いていかない。あのカイマは今厄介編、聞いてあげよう。うん、いいよ。僕たち上級カイマの5人がどうやって生まれたか知っている？知ってるよ奪うねので、こいつなんやろうな。厄介でしょ。
厄介やから牢獄に囚われて嫌だった気持ちが悔しさが深い嫉妬心みたいな人間どもみたいな嫉妬心が生まれたんじゃないですか。うん、人間だった頃の奪われ様はやってもない罪で牢に入れられた悲しみ、あの時の悲しみが形になってこの僕が生まれたんだっちゅ。なるほど、あなたにとって奪われはお母様のような存在なのですね。でもあの時の奪われ様はもういない。僕はこれから一体どうしたら。友達にならない同じ流れや、テンプレートみたい、テンプレートみたいなセリフなってる。友達、僕と。おや、どうなさいましたか。何やら様子が変ですか。別にいつも通りだっちゅ。そうか、悲しみだもんね。別に欲しくなんかないし。では仕方ありませんね、スネオくん帰りましょう。分かってるな、扱いが。あー、ちょっとまずっちゅ。は？僕とそんなに友達になりたいんだったら、テストぐらいはしてあげてもいいよ。ずっと暇だったし。テストって何？バトルだよ。僕に勝てたらその友達になってあげてもいいよ。よし、ボコボコのギダギダにしてやるぜ。厄介が好きなやつはわかるでしょ。これ完全に駄菓子よ、間違いない。絶対に駄菓子。あれ、スナックが。そっちね。ガーあんま期待しないからいいよ。じゃあ懐かしのあれやっていいっすか。懐かしいなこれ。さあ一発目ナイス、運命数ゴール。でさっき見えたんだけど、ちょっと待ってね、セミがなんか7714ぐらいしか聞かなかったんだけど、気のせい気のせい、なんか信じられない数字だった気がするんですけど。99よ、一応レベル。もう一回攻撃してもらっていい？一応ね、あんまり心配はしてないし、頼りにしてんだけど、77やったような気がするんだよな。223、サボるなサボるなサボるな。103、おーおー、まあまあまあ、セミセミサイノミヌード。ならゾロ目大名字、お前に思い入れはないけど、どんだけやってくれるのか、どういうものをもたらしてくれるのかっていうのもやっぱ必要。もしかしてとんでもない必殺技かもしれない。で今回ゾロ目ですからね、絶対にあいつとは全然違うんだ。お前に思い入れはないけど、どんだけやってくれるのか見たいから。18、ブリー隊長あれ、あいつがめちゃくちゃ硬いのが。おい、お前全然当てねえな、マジでマジで1対1になったよ。厄介だぞ、相手は厄介だよ、相手ただの厄介。負けるわけにはいかない、負けるわけにはいかない、負けるわけにはいかない。嘘だ嘘だ嘘です、これは嘘だ。やっぱダメだ、上級解明は強いな、これ友達になれねえわ。いや誰で戦おうかなってもう一回考えたんですけど、考えた結果上級会話の順位ちゃんと見ようじゃないかっていう話になりまして、確かね厄介が一番下で、その次がこの人なんですよ、不快なんですよ。だから本当にその順位が合っているのか、それともウバウネがね猛録して間違ってたのかっていうのを見ていきたいと思います。で後ろのやつらは、まあ、言うたら観客ファンみたいなやつやね。ちょっと気になるけど気になるけどお前からや。じゃあ行きます。どうなんやろうね、まあ、1対1ってね、正直絶対向こう側が有利やからな、 HP 多いからね。えどうなるんでしょうか、見ていきましょう。頼むぜ深い、大滝の術73、あ効果抜群じゃん。150は勝たれへんよ。お前ら頑張れファン、いいよ、どっちもサボんな、サボりすぎサボりすぎ、頑張らないと負けるぞお前、順位かかってるからね。スナック好きなやつだな。吸収の術めちゃくちゃ回復すんじゃん。64はやりすぎ。80なんたのあかん、勝たれ勝たれへん、ダメ。あいつ5位からめちゃくちゃ頑張ってきたんやな、多分60年間。上に上がるんだっていうその一心で頑張ってきたんだ。いけ、必殺技何やったっけ、不快な笑み、不快なキス、何するん？何？ファンのために鏡やな、活動者の鏡や、もう見習いたいと思います。違う違うね、違うから今戦いやね、いらんいらんそんな。サボるなサボるな、いけ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 、
ナイス、よく避けた。あと2発ぐらいやね。素晴らしい。ナイス、とどめだ。順位は覆れねえよ。おめえは万年5位だ。万年5位、ご苦労様でした。ファンの方が強いじゃねえか。チチチチチ。あ、そういや仲間なってね。違う違う違う、めちゃくちゃ時間かかったのに。なかなか仲間にならないな。本当に友達になりたいのか。おっせえの、本当めちゃくちゃやったぞ。あの不快を見習え、あのツンデレを。お前直球で友達になりたい言ってるくせに全然来えへんやないか。どういうつもりじゃ、ウサギ。なるけど。やっかい。ん？あれ思ってたやつ違う？ん？聞き間違いか？厄介とかも召喚できるんやな。ちょっとやってみていいっすか。いきます。妖怪メダルあるんや。おっと、召喚の構え。おっと、召喚の構え。かいまかいま呼んだかいま本当かいま。ふっ、あーくそ、しくじった。めちゃくちゃ明るいやない。厄介。思ってたの全然違え。じゃあ次は3位の人ですね。豪快やったかな。確か氷炭池公園だね。行ってみますか。いないいないいない、いませんいません。違う違う、1階にはおらんな。2階におらんかったらマジで不在だぜ。あ、おった。いや久しぶりだな。ガッハッハ、俺は豪快開幕一の力自慢など。もちろん知ってますってば。あなたに会いにここまで来たんですから。あれ、俺のこと知ってる？おめたち誰だ？忘れてるやないか。覚えてないか、俺の後ろにいるやつ。お前こいつに負けたんやって思ってたけど、記憶をたどった時、俺ケマモン豪快に一撃とか二撃ぐらいで沈められた記憶ありますわ。なんか復活した瞬間にギャーって言った思い出がある。俺たちウバウネに頼まれて出たテンプレート。ウバウネ様が？さすがにウバウネのことは覚えてるみたいですね。だったらおめえら、おでの話聞いていくか。こいつは何の感情からかな。悲しみ、何やったっけ、悲しさ、後悔、何やろう。こいつこそ嫉妬心。いや嫉妬心みたいな感じじゃないな。豪快、何やろ、何から出てきた。いいよ。ガッハハ、おめえいいやつだな。実はおでたち、ウバウネ様から生まれてきたんだけど、言ってましたね。だな。人間だったウバウネ様、やってもない罪で牢に入れられた。もう一度牢の中に、焼けっぱちに。そらわけわからん。その焼けっぱちの心が形になっておで生まれた。だからおでにとってウバウネ様はお母さんなんだ。もうどうなってもいいやっていう焼けっぱちのせいで後悔。ああ、なるほどね。でも今のウバウネ様、おでの知ってるウバウネ様じゃない。おでこれからしてどうしたらいいんだ。友達になろうよって言うよ。やめてくれ、口説き文句みたいになってるやないか。あ、いいぞ、いいんか、やった。あ、そうか、やっぱダメか。え、そんな、あれ、もしかして私が突っ込まなければ話は終わっていたのでは。おい、余計なことしやがって。じゃあおでと力比べだ。おでに勝ったら友達になる。これでどうだ。やるぜ。さて、豪快戦、いろいろ準備してきましたね。見てください、こんな感じになりました。作戦としては、多分豪快みたいなキャラは身内、自分の仲間、同じ種族に対しては攻撃あんましないと思うんですよ。ケマモンに全部集中させるわ。全部ケマモンに攻撃集中させて、他が実は敵だったというパターンで倒していこうかなって思います。さて、やっていきますか。で、こういうタイプは絶対絶対に肉やと思って俺特上霜降り買ってきた。絶対に肉、肉以外食わない。ド偏見やけど、絶対好きだろこんなん。ケマモンやっといて、ほらピンポン。そらそうだよね、豪快な味だ。で、攻撃はケマモンだけでお願いします。あー、わか、あれ目見えてないかな。多分肉のうまさで周りが見えてない。ケマモンケマモンケマモン、ちゃう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 。それあなたの上司、上司じゃない、同僚同僚同僚やで。
いやー、特上霜降りでね、キークローンやったのも鳥ももぐらいにしといたよかったら延々トンネルで渡された鳥もも、これ渡しとけばよかった。しくしったな。でケマも休んでいいわけではない。そう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 、取り尽くしてほしいな。ナイス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 、取り付く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 でつつくがしたい。取り付く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 、よし素晴らしい。これでおい取り付くいいんやけど、それもいいんやけど、取り付く何回取り付く言うねん。取り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 、うるさいから早く早く早く、攻撃はいい、取れ取れ。いや全然話聞かねえな、やっぱ愛入れないわカイマとは仲良くできねえ、絶対無理絶対無理、これがもう限界や人間のカイマ。いやつつくしたかったんやけどな。オッケー強い、101はやるね、まあまあ経験値入るんちゃう。赤っぱレベル上がらなかったわ。うわ仲間にならねえ、くっそが。素晴らしい素晴らしい、2回目いや3回目だ。おめえ豪快なやつだな、よし友達になるだ。マジでいいよ豪快。今喋った豪快声小さすぎて、いやおじいちゃんの南海の方は居場所わかるんやけど、破壊がわからないな。現代に工場がないからね。まあでも桜中央シティなんだろうな、おそらく。多分南海はこの影村インのどっかカニいると思うんですよ。どうですかどうですか。あれ2階かこれ、マジか。絶対にこういう神器臭いところにおると思ったけどな、あのじじい絶対やろと思ったんやけど、いや左下おるわ、おるおるけど向こうに行き方がわからん向こうの行き方がわからん。どうやって行くんや、あっちへの行き方がわからねえわ。外から攻めるんかな。この辺にあるやん、初めて知った。妖怪ウォッチ1にもあったんかな。ここの登り方初めてですね。でも追いましたね、おじいちゃん。おじいちゃん多分そば好きなんですよ。そばじゃなかったらあれやね、野菜。絶対に絶対そう、間違いないと思うわ。俺はそば推しですけどね。さあ何が好きなんでしょうか。ほほう、懐かしい顔じゃんな。60年ぶりの再会という。また映ってねえな。危ね。すいません、すいません。こう、DS を持ち上げてやってしまうと、崩れてしまうのかもしれない。ほほう、懐かしい顔じゃな。60年ぶりの再会というわけか。まあ、持ち上げてやるのが DS やと思うんですけどね。机に置いてやらざるを得ない。何回、実は俺たち、出た。テキスト。生まれ変わったウバウネ様に頼まれ、上級カイマたちを助けに回っとるんじゃろ。おお、よく知ってんじゃん。この程度は朝飯前じゃ。ウバウネ様とわしら上級カイマは見えない糸でつながれているようなもんじゃからな。他の3人はそんな感じせんかったけどね。あ、知ってたな。さすがカイマ一の、知性派。何でも知っているんですね。知性派なだけで全然強くなかったけどね。全然強くなかったけどな。しかしあのウバウネ様がわしらのことを踏む、時代も変わったもんじゃ。時代は変わるぞ。さてお主らよ、わしの話にも聞いていかんか。どうせ同じ話だろう。何から生まれてきたんだろうね。なんなんやろ、何回やから。今までなんやった、やけっぱちとか素直じゃないところとか悔しさやから、あー苦しさ。お主らはわしら上級カイマたちがどうやって生まれたか知っておるか。ウバウネは自分の心からあなたたちが生まれたと言っていましたが。そう、人間だった頃のウバウネ様は何やをやってもおらぬ罪で牢に入れられた。それ以来誰も信じることができなくなり、疑いか。疑いね、このわしは生まれた。ウバウネをはじめわしは多くの研究を行った。すべてはウバウネ様のためにな。これでさ、ウバウネのことをお母さんやと思ってんのかな。結構年いってるけど。じゃが今のウバウネ様にとってわしらは必要なくなってしまったようじゃ。わしは一体これからどうしたら。やれやれ難解なことじゃわい。友達になろうよ。あのねえの次のさ、
あの何々会の何々以外全部一緒なんやけど、ほえ難しいことを言う子じゃな。まあもう確かに友達っていう年じゃないしな。孫とおじいちゃんだ。わしはカイマ、お主は人間、友達契約などできるはずが。できるよ。いや待てよ、逆にそれも面白いかもしれんな。え、妖怪と人間は戦いの中で友情を育み友達契約を結ぶ。同じようにカイマと人間の間においても友達契約は成り立つか否か。もう実験結果めっちゃ出てるけどなめちゃくちゃ出てるぞ。上級カイマ3人、普通のカイマ3人ぐらい出てます、出てます。これこそわしが次に取り組むべき、実験テーマにちょうどいいかもしれん。結果出てるよ、提出するもん。そんな難しく考えすぎじゃね。わしの知識によると友情の第一歩はお互いをよく知ること。勝手に話を進められましても、まずバトルを通してお主たちのことを知るとしよう。聞いちゃいねえよ。では準備ができ次第わしにかかってくるがいい。まあ死なんように手加減してやらないといけないな。じゃあまあここはシンプルにナンバー543で元ナンバー2をボッコボコにするっていうシンプルな絵を撮っていきたいと思いますシンプルイズザベストですからね。それじゃあやっていきましょう。突然準備、当然とん実験の準備は万全じゃ。さてわしと戦う準備はできたかの。当然だぜ。お前に見してやろう。カイマと人間はもうすでに友達になっているとな。何回ちょっと待って、もし俺たちが勝ったら本当に俺としくじった、セーブしてねえ。したっけ。いやしてない、してない、ごめんごめん、してない、してない勝負するな、実験は中止じゃ実験は中止じゃ。違うよ、絶対そばやと思うんやけどな。本気で仲間にさせに行くわ。なんやろう、おでん。そっちか、そっちね。いやお前はそばが好きだお前はそば好きやろ、絶対にそば好き。ふぶ、あーまあ口ではそう言ってるけど実際は分からんからね。さあさあさあ、取り付くしてくれへんかな。取り付く取り付く取り付く。やっぱ奪うれの中心はすごいな、全然言うこと聞かんわ。200。いやそれもいいんやけど、取り付く、いや取り付く、ハエをやらな、取り付くせな、死んでしまうおじいちゃん。肩幅、ナイスナイスナイス、取り付く、素晴らしい。つつく、まだ攻撃せんといて。あぶね、あぶね、あぶね。そしてこのさすらい玉、ちょっと待って、まだ死ぬな、ジジイ死ぬんじゃねえ。あーハートじゃないか。いやでも仲間になってほしいな。どうやろう、まあ一種ボコボコにするっていうのはいけたんだけど、いやマジか、セーブしてないから豪快からやり直しになっちまうよ。いやー1回のバトルだけではダメじゃ、まぐれかもしれん。おめえとは二度と友達にならねえ絶対友達になってやんねえから、あっこで友達にならんの無理、実験は失敗じゃ。さてラストは破壊なんだけど、どこかな。現代に工場っていう場所はないんですよ実際。だから今まではもう大体こんなところやろうなっていうのは分かってたんだが、あどこかな、まあ、多分この、エリアのどっかにはおると思うんですけどね。はい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 、いませんよね、おらんよな、おらんか、まあさすがにおらんか破壊が会社勤めてたらもう友達なんて言ってられないよね。 あいつも大人になったんやなって思うしかないよないやピーンときましたね。なんか路地裏とかにもいそう、なんかこの辺りにいそう。どうやろ、おらん、わりかし広いぜここ。あおらんか、マジか。いや桜千代シティわりかし見回ったんだけどいませんでしたね。ということで大森山神社来ました。ここしかもう思いつかないな居場所が。今までの会話だいたいなんかダンジョンみたいな施設におったから、そういう類で考えていくともしかしたら大森山のハイトンネル、ああいうところにおるかもしれない。いやー破壊ここにもいなさそうですわ。でちょうどなんか謎の盾札あったからロボニャ呼び出しました。サークル A のターゲット完了、今から充電に入る、頼んますわ。ロボニャ、岩をなんとかして。すまないが今は充電中だ。ロボニャ頼むよ。でんでんでんじゃなくて、あ充電完了、私に任しておけばもう大丈夫だ。
おロボニャン頼んだよ。うわーなんか期待できねえ。全然期待できねえ。ターゲットロックオン、ロケットパンチ発射まで3秒前2秒前1秒前。くっくる、ロケットパンチ発射絶対そうなると思った絶対にそうやと思った。お約束やな。え、そんな頼むぜ。爆発すんじゃん。やれやれですね。もう一度試しましょうか。いや、この中じゃなかったらマジでわからん。本当にわからん。いてほしいな。おらんか。こんな華やかなところにはおらんが。いやー、わからないな。違うか。違うな。2階にかけるしかない。2階じゃないか。上の階にかけるしかない。皆さん、左下注目です。何かしらの影が見える。もしかしたらやつかもしれない。さあ、誰だ？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 おめえかよ全然ちげえじゃねえか。ミカちゃん？誰やったっけ？メグちゃん名前も間違えるし、破壊じゃねえし。いや、ここにもいないな。竹林のんぼろ屋敷。もうダンジョンっぽい施設はもうここぐらいしかないからね。え？破壊だけ寿命来て死んだあいつだけ死んだ説ないか。全然。ああ。さあ、そろそろ出口出現ですよ。そろそろね。いや、左側いっぱいあるからね、めちゃくちゃ取りに行きたいんですけど。くそー。どこや？うわ、ルートに赤鬼が2匹おる出口までのルートに赤鬼2匹。これどうする？あー、なんか前も見たな前も見た。逃げ切るしかねえ。どっちの赤鬼？そっちか。これ逃げ切るしかない。いや、どうしよう。行く先にも赤鬼がおる行く先にも赤鬼がおる。これ大丈夫か？これ大丈夫？挟まれた？これ完全に挟まれた挟まれた無理だろ、そんな無理だよ。逃げ切れるかっていう話ですよ。いや、これもしかしたら何回仲間にしないと破壊出てこないみたいな、そんな感じかもしれないな。確かに戦ってた時そうやったもんね。へー、あのジジイのために豪快からやり直すの？やり直してみるか。くそ、来たぜじいちゃんようやく来た。ちょっとマイクに歯当たった。お主の力は何回じゃの。そばでよく観察させるのじゃ。嫌だね、二度とパーティーに入れねえ。でもこれで何回かっこいい。これで破壊のね、クエストが発注されるかもしれない。どうやろう。何回、俺たちの勝ちだよね。うむ、お主たちの強さは本物。こうなってはもう認めるしかあるまい。案外素直だな。お、ではお友達契約成立ですね。うむ、こんなことは初めてじゃ。いつの間にかわしもお主たちと戦うのが楽しくなっておった。ああ、そうなんや。あなただけですけどね最悪、友達契約したのにせっかく。一体何が原因なのか全く難解じゃわい。それが友情というものです。人間の会話はお友達になれるのが、その実験は大成功みたいですね。よろしくな。じゃが不思議と悪い気はせんな。こいつ確か疑いから生まれたんよね。だから今までその友情とやら、なんか信頼というか関係値っていうのを信じられなかったのかもな。で、初めて今そのウバウネが心軽くなって、その疑いの気持ちが薄くなったみたいな、そういうのがあるかもしれませんね。何を真面目に難解について語ってんだよあんだけしょっぱなの線でめちゃくちゃ言ってたのに。
あれ破壊はあれあれあれ破壊は出てくんじゃねえの、破壊の気配みたいな。うわ、来えへんかった。マジかよ、友達損じゃねえか。逃がそうかな。ちょっと破壊の居場所がわからなさすぎて桜町分析したくなってきたあれどこにおるん、あいつ。このでかい道路が多分この辺りが現代でいうところの郵便とかあるところなんですよ。ででっかい道路あるじゃないですか。でこうビーって渡ったら桜中央駅に行くみたいな感じなんですよ、多分。多分ね、ここに金の卵があるんだよな。分かれへんな。この駅がちょっと待ってくださいね、上から見よう。桜町で氷炭池、いや場所的には桜中央シティじゃなくて桜ニュータウンと比べてみると、絶対破壊の居場所は絶対に桜中央シティなんですよ。いやー BGM いいですね関係ねえんだけど、この辺りが下のところやから、駅からちょっと下、右斜め下、右斜め下、覚えといてくださいよ皆さん、覚えといてください。駅出てきます、右下、ここにおるんよ。じゃあやってみよう。で駅出てきます、右下、ずん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 歩いていくと、右下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 、この辺りか、この辺りや。いや絶対にこのねえ、ここやと思ったんやけどな。違うんだよな。でこの下降りても違うんだよ。はあ、ムカついてきたわあいつなんかヒントないかな。まだ仕事サボってるよこいつら。あれすげえ妖怪いっぱいおるよ。おどうも。あれ見えてない危ね、妖怪だらけになってる。なんでや。あー、ビビるのはビビんねやな。あの勝負師何やったんや一体。白白、あ、白は全然そんなことないんだ。なんか右に妖怪いますね。雲外強化これ。キュービー、なんかドス黒くなってんやけど。キュービー、闇キュービー、この手に宿る闇の炎が世界を滅ぼせと叫んでいる。あっちゃー、そっちの方向に行っちゃったかただでさえ痛かったのに。一人でなんか変なこと言ってる。怖そうだし見ないふりしとこうかな。そうだな。誰だ貴様、このヤギビキュービ様にジロジロ見つめるなど無礼だぞ。ごめんなさい。いや待ちたまえ、貴様から深い闇の力を感じるぞ。まあ確かに垣間だらけですからね。私は永遠の闇にとらわれし者、その闇の強さ確かめてやろう。結構ですっていうのは冗談さ。なんかこっちの世界に来たら破壊の手がかりあるかなと思ったけど、破壊よりも良さそうなやつ来たな底知れぬ闇を秘めた人間よ、貴様のその自信に満ちた顔、絶望の闇で塗りつぶしてくれる。いちいちそんな痛いセリフ言わないでください、読まなあかんからこの闇から逃げることはできんぞ、絶望の奈落へ落ちるがよい。痛すぎるよ俺の口から発せられる言葉が。でもかっこいいはかっこいいね、その言葉を言ってもいいようなかっこよさだ。俺が言ったらあかんけど。行きましょう。好きなやつ何かな。魚介か。おでん。お前もか、結構渋いところ行くやないか。あれもう終わり。弱っ、ねえ、総じてね、ああいうセリフ吐くやつは弱いよな基本的にね、何も喋らんやつが結局強いんですよ。どうやろう。まあそんな簡単じゃないよね。ああ、闇キュービと来たら光オロチと戦わせる、これはまあ全人類思い描いた構造じゃない、戦いの構図でしょ。やってください、頼むぜ光オロチ。まああんまり期待してないからねあんま期待してないから後ろはちゃんとガチっていうね。結構減らしてるは減らしてるな。案外光オロチよりは弱いかもしれない。闇キュービー柔らかいんかな。あー、まあこうなったらこうせざるを得んな。ちょっとナメコをあんまり攻撃せんといて、ナメコ武士にゃあんま攻撃せんといてくれ。
光オロチでやっぱ闇キビ戦わせたい。ナイスナイスナイス、素晴らしい。ああいうてももうあと8割ぐらい、いや8割やったら多すぎ、2割ぐらい。いや向こうが必殺技出してくれたらねいいんですけど、どうや。いや食らうね。回復回復、あれ回復は回復は回復回復回復、あ回復はダメだわ。あでもここまで来たらねやっぱ頑張ってほしいかもしれない。もうちょいや。よしよしよし、チャンス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 。光対闇、結局は光が勝つんですよ。素晴らしい。じゃああんま仲間にしたくないなじゃああんま仲間にする気失せるな。強かったらいいんやけど、仲間なっちゃったよ仲間なっちゃったよ。そのため、そのえ何、弱いでそれほどの闇を抱えるとはな。くくく、気に入ったぞ。俺がなんかさこじらせてるみたいな言い方やめてもらえるかな。闇キュービ、うすらかけなんや。どうしたどうしたケワモンなんか言ってんが。お祭りの音だ。あ？ケワモン、ついに、なんじゃこりゃこりゃ、百鬼夜行か。なんじゃ、あらやった、あらやった、せいやせいや、あらやった。いやマジで何物を言ってくれ。スネ夫君見ました、百鬼夜行。あやっぱそう、百鬼夜行、妖怪たちのお祭りです。みんなで夜通し街を練り歩くんですよ。じゃあ破壊も後ろから歩いてきてよ本当におらんのよ。いやいや、そこのおめえ、おいらと一緒に踊ろうぜ。ああ、まあ踊るか。ああ、お祭りに誘われましたよ。せっかくですし行きましょうよ。でもやることあるしな。いきなり言われてもどうやって踊ればいいか。ノリで適当にでいいんですよ。行きますよスネ夫君。あらやった、せいやせいや、なるほどね。ああ、それか、またそれか。あらやった、せいやせいやせいや、あ全く一緒だわ。あらやった、あらせいやせいや、てんてんてん、いいねこれドラえもん音頭思い出す。はい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 、たったらってれ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 ってでってでっ難しいな、相変わらず。はいはい、よいしょよいしょ、はいはいはい、よいしょ。あら、よっと、ここタッチペンダメだわ。はい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 、あ、タッチペンダメだこれ、絶対タッチペンじゃないあ、それしか言ってないな。はいはい、まあこれでやんのもなかなか難しいけどね。それそれ、はいはい、初見クリア目指します。よっ、百鬼夜行やけどあれじゃないな、何人、全然おらんくない、100機もおらんよ。1、2、3、4、5、6、7、8、ボーリングのピンしかおらんから10か、少な。はいはい、それそれそれ、長くない長くない、よいしょ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 しょよいしょよいしょ、なんじゃこりゃなんじゃこりゃこりゃ、なにこれ、知らん知らん、朝なっちゃったよ、ダメなんだよ。余計なことしないでくれ、おめえのおかげでも楽しく踊れたぜ。ほらこっちを持っていきな。じゃあな、また一緒に踊ろうぜ。
しょぼー。いやもうわらにもすがる気持ちでこれするしかないよね。もうこれするしかないわ。見尽くした、桜中央シティ、見尽くして見尽くして、影も形もおらんから、これに頼るしかない。ガチで幻、今まであえてやってこなかったけど、この世は全て幻じゃ。ほっほっほっほ。で、お主には見えておるか？え、何が？もう一つの世界がじゃ。ほう。今見えているもの、それがこの世の全てではないのじゃ。なるほど。そういうことですね。俺はまだ見えてなかったんや。どういうこと？光と影、表の裏があるように、この世にももう一つの世界があるのじゃ。ほう。なんじゃ、信じてないようじゃの。仕方がない。このビルのまだ見ぬ階をお前に見してやろう。お主に見えるかの？4階と13階に行けるようになった。おい、これ道開けてきたんじゃねえのか。4階、まず4階。さあどうだ、いるか。いた、いてない。いてない。破壊に見えた。これが破壊に見えた。全然ちげえじゃねえか。 A ランク上げて、おらん、おらん、破壊。おった、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 いたじゃん。いるやん、ここに。そらわからんわ。っていうのを調べました。今まで白々しい演技で、さすがにわからんくてさ、どこにおるんだろうなって思ったら、こんなところにおったよ、ほんと。わかれへんわ。そらわかれへん。ちなみに13階は S ランクですよ。何があるんやろ。落ちてる妖怪、落ちてる妖怪とか、いる妖怪あんま変わらんな。B、102号室の鍵。ナイス。すまんな、破壊。1時間ぐらい待たしてると思うんやけど、一回 B102 号室行ってくるわ。すまん。まだ待たせるわ。まだ熟成させていきましょう。まだ香ばしくない。意味がわからねえよ。なんかおるな。ここになんかいますよ。ん？なんやお前。あ、百鬼夜行か。めちゃくちゃ路地裏みたい。難しいとこあるわ。やってやろうぜ。ふう。はっ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 。ああ、それそれ。全然何も言ってくれへんようになった。やばい、死ぬ。危ねえ。あ、少量。ごめんなさい。まさか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 。いやもう混んでいいって。やったよ一回。来てるぜ新記録。待たせた世界新記録だこれが。まだ 2,3 回しか失敗してないんじゃない。とか言った時に限ってこう、なになになに、追い上げやめて、追い上げやめて、失敗の追い上げ。あぶねえ。いやもう破壊待たせすぎてるから。さあ開けていきましょう。何がおるんやろう。あ、これか。これだけ。嘘でしょ。破壊待たせてるんだから、どう言い訳しよう。どう言い訳する。金のこけし取りに行くためにちょっと行ってたんだよとか言ったら多分殺されるよね。で、破壊も破壊でさ、なんでこんな場所におるの。どう考えてもさっきの運び運搬の裏路地みたいな名前のところ、あそこやろ立ち位置的には。なんで会社におる。意味わかんねえよお前。むお前たちはブルー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 、一体何しに来た。さすが海馬最強の精神、ものすごい迫力です。奪うねに頼まれて君を助けに来たんだ。ブルー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 、いい加減なことを言うな。あの奪うね様がお前たちなどにそんなことを頼むはずが。あの人はもう改心したんだ。奪うねは人間だった頃の綺麗な心を取り戻したのでウィス。っていうかあれやん、奪うねと心つながってねえじゃん。さすがにショックみたいですね。奪うねの忠実精神が強そうでしたから。ならばこのままお前たちを追い返すわけにもいかんな。一つ話しておきたいことがある。聞いていくか。お前は何やろうね。疑い、こここそ嫉妬心じゃない。ようやく来るんじゃないか嫉妬心。うん、
話を聞かせてよ。そして友達になろう。お前たちは上級カイマたちがどうやって生まれたか知っているか。もう4回やったからな。そう、人間だった頃のウバウネ様はやってもいない罪で牢に入れられた。誰にぶつけられたらいいか分からず、マグマのように煮えたぎる怒り、そのまんまだった。嫉妬心とか一個もなかったら、その時の怒りが形になって俺は生まれたわけだ。そうだったんだ。だが、どうやら今のウバウネ様にとって俺は必要ないようだ。ねえ、破壊。だったら俺と友達にならない？ふん、笑えない冗談だ。カイマと人間が友になどなれるものか。ってさっきのおじいちゃんも言ってたけど、見る？妖怪メダル渡してきたぜ。落ちぶれようとも、俺はカイマ一の戦士。俺が認めるのは俺より強いものだけだ。前負けてたじゃん。後ろのやつに負けてたじゃん。だったらさ、俺たちがバトルで勝てば友達になってくれるってことだよね。ふん、面白い。こうなれば60年前のリベンジも含めて勝負だ。戦いの準備してさっさとかかってこい。知らねえぞ。これでいきます。もうとどめは見据えてるわ。闇キュービと光おろちから妖力手に入れて、ガッツ技ケママと特産光闇パンチダサ。それ打ち込みます。前回のね、反省も込めて、ここしかねえわケマモ。俺との真剣勝負始める準備はできたか？完全にできたな。素晴らしいセッティングしたよ、舞台は。よし、では勝負を始めよう。だがその前に一つ言っておく。俺と友達契約したいのならば、全力でかかってこい。かっこいい BGM。 いいな、全力だぞ。終わった、全力でいくや。いい返事だ。それでこそ俺も破壊を楽しめるというもの。さらっと怖いこと言いますね。では行くぞ。うおおおおおお、あら、ブルー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 。こいつは中華じゃない？好きなやつ。中華かハンバーグやと思うわ。絶対持ってる。カレーカレー、その選択肢はなかった。くそねえわ。じゃあ甘いもん食っとけ。特大ジャンボベベマフィ。信じられない髪型した。いや、サボらんかな、破壊。やっぱ勝負ごとに光おろち、勝負ごとに関してはかっこいいな、今のかわし方。勝負ごとに関してはしっかりしてるか。サボらないわ、全然サボらねえ。ちょっと待って、そろそろ剣ない。いや、サボるんかいサボるんかい。で、ちょっと待ってくださいね、破壊。もうちょい耐えてな。今ぶち込むから。いきます。これを食らいな。あれ、ちょ、ガッツ技。1、2、3、ナイス。食らえ、これが全力のケマモト特産光闇パンチガッツ。思い出したか、60年前を。多分全く同じ倒し方よ。ちょっと違うか、ガッツ技になったから。で、ここでこれは教科書に載りますねとか、わけわからんこと言ってた。仲間なるかな。カレーじゃなかったけど、今のでしびれへんねやったらちょっと破壊が好きになれねえわ。今のパンチ響くだろ、真に。しかしお友達にはなってもらえなかったみたいですね。まだだ、まだ俺が満足していない。あれで破壊さん、カレー持ってきやして。なんで射程みたいになってんねん。破壊的にうまい。かなり気に入ってくれたっぽいね。ダメージもすごい、気合入ってるわ。こりゃ仲間になる伏線。さあ、今回は響くだろう。ケマモト特産パンチ。おー、やったやった。油断した。一回見せ場作ったからって油断した。絶対にケマモン油断した。そういうとこあるよな。油断すんなよ、最後までやらな。俺が録画ボタンを、おい破壊、何回おいおい言わなあかんねん。よう、破壊。長かったな。長いやつばっかりやわ。あんま基本的に妖怪俺と友達になりたくないんやな。わかった、嫌われてる。近づいてきた。お前の力は認めるしかないな。破壊の限りを尽くしてやろう。結構です。破壊。
なんかあんまかっこよくなかった声が俺の想像してたやつとかなり解釈違いでしたね。やった、これで破壊も友達になってくれるんだね。ああ、俺の中に溜まっていた怒りは戦いの中で全て晴らすことができた。もう何も思い残すことはない。これも全てお前たちのおかげだ。喜んでお前と友となろう。かなり変わったな。やった、破壊これからよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。いや、壮観ですね。かなりこんな絵面見れないですよ、ここでしか。ケマモンがカイマ引いてるやつもう奪うねもおらんわけだからな。あいつらの上司はお前になるわけだ。一回奪うねのところ行ってみますか。あいつらまだ止まってるわ。もう一生このまんまだから、一生このまま。こういう感じで終わるんや、こいつらの最後。予想外。さあ、カイマ全部助けてきたよ。奪うね聞いてよ。上級カイマの皆さん全員とお友達になることができましたよ。ああ、なんて素晴らしいのでしょう。本当にありがとうございました。あなた方のおかげでもう思い残すことはありません。あのダイオンでいう奪うねはもう見れないのか。私はこのまま。奪うね、この流れってまさかこのまま消えてしまうパターンでは。そんな。この場所に残り罪滅ぼしに時の流れを見守っていこうと思います。なんやそら。なんだそういうことですか。紛らわしいですね。びっくりした、ウバウネが消えちゃうのかと思ったよ。なかなか仲良くなったな。何を言っとるんですか。消えたりなんかしませんよ。それでは破壊たちと仲良くしてあげてくださいね。終わりか、これで奪うね。なるほどな、こういう最後か。まあ、ハッピーエンドですね、一周。ということで、奪うねも構成させたし、上級カイマとも仲間になった。じゃあラスト、何するんだって言われたら、当然こう答えてやりますよ。奪うねタイムアタックと。このパーティーでね。このパーティーでやりますよ、ラスト。52秒やったっけな。最初に、52秒叩き出したあのパーティーと勝負って感じやな。あれ超えます、この何だっけ、カイモン、パーティー名カイモン、カイモンが初手のあの高火力パーティーの記録を超えさせていただきたいと思います。そのためにレベルも99にしてきたからね。でまだやりますよ、まだやるよ。レベル99だけじゃ物足らんからドーピングさせていただきますよ。基本的に奪うねタイムアタック全員しか使わんから、この肩幅とごぼう、この2体だけ上げるわ。案外ね、破壊より肩幅の方が攻撃力高いんよ。びっくりしたんやけど結構びっくりしたんやけど、お前そのなりで一番じゃないのって思ったんだけど、そらそうだよね、パワー一番こいつあるわ。ということでアップさせていきます。まあ守りが減ってしまうのはどうかって思うけど、しゃあないよね。ここをドーピングしないと生ハゲの高火力あのチームに太刀打ちできないと思う。オッケー、マックスね、292。ごぼうの揚力アップ、オッケー、294。こいつらやっぱ装備品がないのがきついな。で後ろのパーティーはもういい。あー、一応余ってるから使っとく。一応余ってますからね。150、マックスにはいかんな。ここで終わりか。あ、次ラスト。まあ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 いいでしょう。やっていきますか、タイムアタック。頑張ろうな。カイモン。パーティー名カイモン頑張っていこう。ここ正念場やからね。あの記録越されへんかったら、このパーティーもちろん解体です。解散。絶対に解散させる。金輪際このパーティー使わない。それぐらいの気持ちで行かせていただきます。それでは、ゴー。確かにこいつはお前らの親玉みたいな、親みたいな、お母さんみたいな存在かもしれない。でもこのこの瞬間、今この瞬間だけそんなくだらんことは忘れろ。頭から消去しよう。あいつ、目の前のあいつをぶちのめすことだけに全神経集中させてください。それでは、行くぜ。レリ。レリ。ゴー。ゴー。頑張れ。頑張れ。とりあえず、要流。オッケーね、力流沈める。あとは真ん中、真ん中行動奪われんな。いけガードするな。くぅ、いけあ、やばい、これまずい。あ、そうか、力流だけやってもダメなのか。
素晴らしい。こっからもう、こっから俺たちのターン、こっからずっと俺たちのターン、こっからずっと俺たちのターン、素晴らしい。殴る殴る殴る、そろそろ取り付く、そろそろ取り付くされるからこうしとく。はい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 、はい、そろそろ3割3割3割取り付くからのこっち。力流復活、おかしいなおかしいな、もう復活してきたんか。まだ半分削れてない、どういうことだどういうことだどういうことだ、まだ半分削れていない、あれ遅くない？まだ俺タイム見てないんですけど、これ確実に言えます、遅いです、遅くない、本当に遅いよ。早く力流力流力流、容量も復活しちゃった。そんなことなかった初手で俺がそんなやった時そんなことはなかった、おかしいな。容量も倒しておこうか、出てこないはずなんだけどな。ウォッチ奪うね、関係ねえ、お払いができなくなる、お払いなんて眼中にない。容流吹き飛ばす、容流吹き飛ばす、容流吹き飛ばす、容流吹き飛ばしたね、 OK です。じゃあ真ん中ずっと俺たちのターンやっていこう。魂飛んでいくね、関係ない、見えてない、そんなのないです。あれ透過されてます、はい。7割減ったかな、7割ぐらい。嵐の術、動き奪われる、全員かわす、すげえなそれだけすげえわ。殴る、嵐回復、やってる場合じゃねえ、肩幅すべて滅びるね、必殺技を打たれるという始末あれおかしくない？さあ打たれてしまう打たれてしまう、絶対にタイムロス、溶流2回目の復活、倒し終わり。記録2分13秒49、解散です解散です、二度と使いません。ここまで育てたけど絶対使わない。ありがとうございました。